はい、今回はこの陶磁器、陶磁器っていうのがこれが当たるんですかね、このスプーン。これね、もしくっついたらもう買わんでいいと思うんですけどね。これでくっつけていきたい。これ100円なんですけど、じゃあスプーン100円で買った方が安かったと思うんですけど。はい、お疲れ様でございます。今回ですね、リサイクルショップでこの暖房の商品、なんかね、何の説明もなかったんですけど、ここにスイッチがついてるんでね、これ何かしら電気がつく、あ、スピーカーですか、これ。スピーカーです。スピーカーっていうことは、どっかにイヤホンジャックがあるはずや。あ、ここですね。こちらありましたね。スピーカー仕様になってるんで、ね、ちょっとこれを試していきたいなというふうに思います。乾電池仕様ですか。早速分解していきましょうか。これ多分ね、景品、クレーンゲームの景品とかやと思うんですけどね。単三電池が3本入ります。はい、単三電池といえばやっぱりね、この緑のアルカリ乾電池、どこのメーカーですか、これ違う、やっぱ GP ですよね。 GP を推奨していきたい。マンガン乾電池、 GP もね、アルカリってあるんですけどね。そろそろ、あ、でも増税、この商品をね、紹介するときはもう増税後消費税 10% になってると思うんで、もう今更買えへん。GP の充電電池のタイプとかね、買っていった方がいいところですよ。はい、これをセットしまして、あ、これオンかオフか、あ、お、目が点灯する、すげえ。あ、え、真ん中、おとオンとイン、オン、お、オン、オンすると目がつく、そしてイン、目がつく、オンって何や、オンって何や、なんか喋るんかなと思いきや何も喋らへん。これ壊れてるん違うんかな。はい、ちょっとスマートフォンをつないでみました。まあ、てっぺんをつないでますね。てっぺんってカードゲームみたいなやつですね。遊戯王じゃないんですけど。そしてこれスイッチをこのインの方に、あ、鳴ってる、もうちょっとボリューム上げましょうか。鳴ってる、え、音小さいな。鳴ってるけども、え、めっちゃ音、ボリューム、これで、この音量ちっちゃ。電池3本使ってるのに。これ上にするんですか？違うな。やっぱここですよね。こうした時に、もうちょっとボリューム上げましょうか。こんなもんですか？ちょっと大きいな。まずログインボーナスを取ります。そんな説明はいい。そしてね、このコロシアムでバトル、違うの、ソロプレイ、クロニクル、ここがね、もうクリアできないですよ。やっぱりリオレウスが倒せんっていうね、もう行き詰まった状態。それを今回ゲームの説明はいいとしてですね、こちらですね、思ってた以上にね、ボリューム、電池3本にしては、まあ、こんなもんですか。音量もちょっと小さいなと思ってます。そしてここですよね、これ一番上がマジでわからん。ただの、あ、ライトをつくモードだけですかね。ただの照明、インテリアとして目が光るタイプ、これにしとく状態、スピーカーモード。ちょっとね、これ暖房の正式なやつかどうかわからないです。ゲームの景品かどうかわからないですけどね。なんかメルカリとか多分出てるかもしれないんでね、1個ぐらい買ってみてはいかがでしょうか。竜が強い。そのこれ竜でいけんな。はい、というわけで今回は以上ですね。特にね、山場なかったのが残念ですよね。ちょっとまた何かの動画で登場するかもしれません。最後までご視聴いただきありがとうございました。いやいや、どこ行くねん、どこ行くねん。